嫌なんか言えよ。こうしてるだけで幸せになる人がいるってうつ主が言ってた。そんなバカなやついるわけないだろ。うっちゃじ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 ゃ。いたわここにバカが。皆さんおいっす。もう一生このポーズしてればいいですか。邪魔なんでどいてください。編集に集中できないのでどいてください。なんでこんなことやらされてるのか恥ずかしくて死にそうなマリサだぜ。やっはろー。もはや何を動画にしてるのかよくわからなくなってきた霊夢よ。よし、開幕から赤っ端描いたけどやっていきますか。新しい表情また増えたわね。ちなみにポーズ関係は一から自力でやってるわけではなく、ポーズを配布してくれてる方からお借りしています。やってることはせいぜい表情を変えるぐらいなので、めちゃくちゃ使いこなしてるのかと聞かれるとよくわからんけど気合でなんとかしてる状態っていう感じです。いろいろごちゃごちゃしてると急に可愛いのができたりしてます。というわけで、どうやって作ってるんですかっていう内容への回答でした。今相手のこと見逃してなかった？見逃してないです。慈悲をかけただけです。ガバエイムだったんだな。あぶね、ギリギリウルショマンに会ったわ。爆風が凶悪すぎてジムとのシナジーやばすぎだろ。ウルトラ足場塗りして攻めていきますか。私も神タンクが丸々無駄打ちになっちゃった。ワイプアウトのタイミングが良かったから、これはカウンターが刺さりそう。お、先当たりナイスシュート。よし、こっちは大量に持ってるんだ。入れろ入れろ。あ、待って9番は無理。一旦引かせていただきたかったけど寝ちゃった敵。一旦ここは射線切って引き打ち。めっちゃいい判断だったのに敵が全員待ち構えてた。実質ワイプアウトだし、ここは一旦攻撃は終わりかしらね。さっきまで私たちが抱えてたからアサリはそんなに持ってなさそう。まあひとまずアサリ集めつつ敵倒しつつ様子見ていく感じかな。ウルショ対策はお任せください。打ち切ったのを確認したら一気に向かっていく。どんまいどんまい。次頑張ろう。次可愛さでごまかそうとしてない。我に救われた命をそのように使うのだな。魔王みたいなこと言ってるけど全部自分のガバのせいじゃね。あ、でもなんかめちゃくちゃ状況いいじゃん。なんせフィールド上には私がいますからね。不安材料。ゴール近くまで来れたんだけど、あさり状況がちょっと微妙だわ。っていうか助けてください、ヘルプ。逆にこんな近づかれてよく生き残っていられたな。え、あさり捨てちゃうの。いや違う違う、牛の人に投げてんのよ。ほら作ってくれた。というわけで私は行けるところまでここで暴れるので、あさりの投入もろもろ頼んだ。頼んだぞ野良の二人。お前倒されてんのかよ。ま、でも私がここに居座ることには変わりないし、時間稼げるだけ稼ぎますか。あ、そっか、そっちから来られることすっかり忘れてた。降りない方が当てやすかったが、適当に上に一発、マジかこの人詰めてったんだけど。あっぷね、やっぱりウルショ持ってる人は弱点付きに全力だな。むしろそこつかないと咎めようがなさそうだからね。アサリの状況は結構上々。おっと避けられてもなんとか食らいつくぜ。人数結構削ってるからチャンスではありそう。農地の背中もいただいていくぜ。よし、これでゴールまで行けるだろ。正面から来るやつだけだから、またそれも相手してやるぜ。私アサリ6個だから持ってる分譲って。じゃあ1個1000万で。とう取引すぎるだろ。そう、いくつ渡してくれる。マリサはやっぱりツンデレなんだから。チーム戦だから仕方なく協力してるだけなんだからね。ウルショが溜まったからノーキラスを爆撃してあげるんだからね。それツンデレじゃなくてテロリストだろ。で、相手のパブロゴール前まで来てるけど無視でいいかな。アサリが結構転がってるから集め切れればいけそうなんだけど。逆にパブロ以外ここで抑えてるから安心して入れてくれ。わいわい、アサリ入れ放題。最後の最後で負けかけたけど終了。ナイス前線張りでした。ナイスアサリ投入でした。彼女たちは今日もこうして友情を深め合っていくのだ。いや気持ち悪い、絶縁しよう。綺麗にオチがついたんだから余計なこと言わないで。前線の張り方と射程使った戦い方が結構上手になってきた気がする。それじゃあ2戦目行くぜ。ルールは変わってガチエリア。ステージはヒラメが丘団地ね。もういいよ、それは分かったから。どうせこれから一生こすることになるから今日はこのくらいで。そんでもってヒラメのエリアですか。ここのエリアっていうかステージそのものが私は苦手で困ってるわ。ウルショ当てるのもなかなか難易度高いけど、決まった時の爽快感たるや半端じゃないから頑張っていきますか。あ、そうそう、ヒラメはこうやって急に敵が壁から出てくるのがマジできつい。確かに警戒してないと一瞬でぶっ壊されるからな。丸みさ打ってくれたからそれに合わせて動いていきたいんだけど、ヒロシ以外は全部落とせたっぽいかな。おっと、なるほどそこにいるのね。じゃあここから打ってきますか。爆風すらも入ってなかったですか。地味に局地当たってるし、右から抜けよう打ったってそうはいかないぜ。エリア確保で抑え込みの状況に入れてはいるけど、ウルショで結婚やりたい放題されちゃってるわね。一旦エリア取り返してから前張って圧かけますか。行けるところまでカウント進めていきたいからな。あ、さすがに大仏を失った私にはナイス玉は無理だ。おまけに丸みさ持ってるからこれは絶対安定ね。こういうことあると大仏あった頃が懐かしく感じるわ。神を葬るためだけに一生積んでたからね。もはや今となっては大仏なんて過剰すぎることになってるからね。爆風でかすぎて体に受けちゃうから2発で普通に沈んじゃうし。いや普通に頭打てるようになっただけですけど。強化したのは人間の方でした。あ、敵追いかけすぎて倒せんかったし、なんなら返り討ちにあったわ。かなり長い間敵を止めてた印象あるんだけど、それでも全然カウントは進んでないわね。一つのエリア自体小さいし2つあるからなかなか進まないのかもな。
うわびっくりした。知人のそんなところに敵いたのか。ウルショは壁に張り付いちゃえば大丈夫。バリアもあるし強気で塗っていくか。格好はしてるけど塗り合戦になってるからカウント自体はあんまりね。さっきそこに降りていったケルビンが見えたんだけど、どうすっかな。正面からは戦いたくないし、でも登ってきてるならやるしかないか。ちょっと待ってくれ、このタイミングの丸見さは強すぎる。丸見さに合わせて味方がケルビンに裏取られて壊滅。エリアも確保されて一転して取り返しの状況になったわね。人厳しいがウルショがもうちょいで溜まるからそれでなんとかするか。あ、ラッキー。地味にケルビンが引っかかってくれたのでかいわ。手前のエリアだけ塗って一旦止める。敵陣の方でローラーがめっちゃ暴れてない？うわほんとだっと強いな。これにはカモンで一気に味方を呼びたいのもわかる。見えてた人には外したが、予定変更だ。今のすら倒せるのかよ。そしてロボムが動いてるということはまだそこに張り付いてる奴がいる。よし、思った通りだぜ。ただシールドの置かれ方によっちゃ結構危なかったかもしれん。ちょっと待ってくれ、そこいたのかよ。それでもローラーが全部対処してくれてるわね。エリア関係は味方任せになっちまうが、ローラーが超強いからこのまま前線張り続けてればカウントもいける。微妙に高い位置だけどキョッチャは頑張ってるんでな。これで敵は3落ち、エリアを取りに行くならチャンスよ。というかここにあったビーコンがずっと壊したかったんだよマジで。そのビーコンの犯人も追われてるわ。よしよし、時間差あるけど全落ちはさせた。あとはここからどれだけエリアが守れるかっていう勝負だな。ウルショによって味方が倒され、バリアも壊されてちょっと油断できない状況ね。うわっそ、ケルビン出したのかよ。しかも2回目のスライド温存するタイプの人だし。倒されついでのナイスダマ展開でカウントはもう厳しそうね。一旦確保はできるけど。まあ30カウント切れたしいいところまで行けたと思っておこう。打開の展開になりそうだけどウルショが溜まってないから結構不安。黒ザップのドリンクも回ってるみたいだから全滅が怖い。下手に詰めてもしょうがないからスペシャルために使わせてもらうか。味方のラストが丸ミサを展開。一人下から詰めてるからこれに合わせていかないではない。あわよくば相手側のエリアも取るぜ。カモン、カモンってなんだ。敵が近くにいるような気はしないが。あ、自陣のインクレールのところが取られてるっていう話か。だけど悪いがこっちを先に倒しておかないと。そ、相変わらずとんでもねえ球速だな。エリア取ってる段階での相打ちだから全然良かった方かもね。さて、こっちに入り込んでる悪い奴が何してるかなんだが、他にも敵が続々飛んで裏取りされてるような状況ね。手前からはいけないから味方に飛んでカバーに入る。く、でもちょっときつい。あ、全部やってくれた。やっぱりすごいなこのローラーの人。敵の人数も削れてるからここは結構チャンスではあるんだが、シールドごとぶっ壊してやる。ギリギリのところで避けられてうまくいかず、倒してくれてるからまあいっか。ナイス弾持っててなかなか怖い展開だけど、絶対飛び込んでくるから逆に迎え撃つ。いやあ、ここは負けちゃダメだって。これ裏取られて敵に飛ばれてやりたい放題されるのでは。神神神神神、いや違うな。ミスを取り返してくれてありがとう。いい使い方見つけてんじゃないわよ。もう残り時間1分で戦況傾くと一気に不利になるから。こう状態が続けばそれで十分かもしれんな。敵は何が何でも倒しに来るだろうからそれを抑える感じね。だからってもちろんイムジニはしないように、猫息の生存意識で。イムジニの大義も猫息じゃねえわ。ずっと真面目だったのに何急にボケ出してんだよ。戦況が真面目すぎて全然一個ボケを挟める時が来なかった。編集者サイドの問題なのかよ。まあまあそのくらい私には余裕があるって話ですわ。全部投げ倒してやるから見てなさいな。なんか気がついたら戦況がピンチですね。絶対お前のせいだろ。まあでも真面目な話、こっちのエリアを抑えておけば、わざわざ向こう側を取りに行く必要もないし、延長戦に入らないようにすればそれだけで御の字だろ。今誰か飛んできたな。もう負けんぞ。残り10秒で倒したけどドリンク効いてるからまたすぐ飛んできそうね。来るなら来い。全員ウルショで返り討ちにしてやるぜ。え、消えたんだけど。と全然当たんねえ。いや待て、今のウルショ絶対直当てじゃないだろ。あ、ケルビンに倒されてんのか。それなら納得。さて嫌がってた延長戦に突入。いくらラットでも一人じゃエリアの守りきりは無理でしょう。ここで焦って止めに行って負けるっていうのがよくあるパターンだ。ガンガン味方が飛んでいってるけど落ち着いていこう本当に。カウントはそこまで切羽詰まってるわけじゃないからゆっくりでいい。ここも絶対降りないぐらいの気持ちで味方の到着を待つ。痺れを切らして敵が突っ込んできたわ。でもドリンク効いてる二人だからまたすぐ戻ってくる。いや、一瞬でも体勢崩れればいい。ジャンプマークが見えてるからそれを借りに行く。丸見さ構えたのが運の尽きだ。続々飛んでくる敵も着地狩り。最後の一人も全部狩りって。ワイプアウトで終了。いやー今回は随分と真面目な回になっちゃいましたね。ずっと上目遣いで遊んでた印象しか残ってないんですけど、たまにはこういうガチ戦闘もいいよねってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。